八塚男命は、長野県諏訪地方の民間伝承の神、諏訪地方の専従神と伝わる。竹見中田陣に服従した守屋人と戦った際に、矢に当たって命を落としたと言われている。永明村天白753社由緒に、自宮、渡り祭神八塚男命この地に結居す。県余命課題の地この国に、至る利支持、守屋人と弓矢をもって、戦譜。八塚男その矢に、中利手視線とし、竹見中田命に言う、画派近江は二髄不べし、かずめありこんらむとことひをわり手しすとのくでんありたちやす、倉神社民話では蟹河原の長者とも称される。矢場を飼いならし、馬に乗って山へ狩りに出かけたり、遠い国の市場で物交わしてたりして、守屋人さえも時には一歩を譲らなければいけないほどの権力者と描かれる。外来の竹見中田陣に敗れて降伏した守屋人を腰抜けとみなし、手下たちに罵倒させた。最初は馬事投風と受け流したものの、宣戦布告の合図として、竹見中田陣の館に赤い矢が打ち込まれると、挑戦に応じた竹見中田陣と守屋人は軍勢を率いて、蟹河原の長者の陣営を攻撃する。油断していた長者はすっかりと攻め立てられ、ついには流れ矢に当たってしまう。死ぬ間際に、守屋人に謝罪し、大切な娘を竹見中田陣に差し上げた。竹見中田陣はこの娘を家臣の彦卿地名に嫁がせ、二柱は蟹河原の領地に永住した。茅野市横内の大矢島氏の祖先神とされる。上蟹河原の一石大天白社地図。ありがとうございます。